皆様ご視聴ありがとうございます。本日はこちらインテルのクラブセレクションの方を引いていこうと思います。狙うは上の3選手ですね。まず1人目、センターバックのミラン・シュクリニアル選手ですね。この選手めちゃくちゃ化け物級にね、能力化けてますんで。で続いてこちらゴールキーパーサミール・ハンダノビッチ選手ですね。ハンダノビッチも年齢35歳なんですね。ただ能力はゴールキーパー系能力がほとんどカンストしてて、身長も高いんでまあいいかなと。僕今使ってるのが旧ドンナルンマなんですよ。なんでちょっとハンダノビッチをゲット獲得していきたいなと思います。そしてラストはフォワードルカク選手でございます。まあね、ちょっとフォワード間に合ってるんで、いらないといえばいらないんですけれども、ちょっとやっぱルカクは欲しいかなと思いますので、この3選手を狙っていこうと思います。さあやっていきましょう。3回引いちゃいましょう。さあ来い。さあまずはイタリアに落ちていく、まあイタリアしか落ちないんですけれども、さあ来い。マジ嘘でしょ、来たよ。いきなりルカクさん来ましたよ。はい、ありがとうございます。マジこの人化け物ですからね。足速くてガタマで、マジでちょっと使うのが楽しみすぎるけど、とりあえず僕が欲しいのはゴールキーパーとセンターバック。頼むよ、ハンダノビッチ選手とシュクリニアル選手、頼む。来い来い、キーパー来い。あー来ないか。まさかのヤング選手ですね。アシュリー・ヤング選手ですね。アシュリー・ヤングもね、35かな。いや、結構年いってるんですよね、確か。いやー、でもヤングはちょっと使わないですね。僕、ロバートソン持ってるんで。ってことで、頼むよ、ラスト。せめてハンダノビッチ。いや、シュクリニアル。よー、欲しい。2頭もの1頭もエース過ぎますからね。頼むよ。おっと、ちょっとわからないな。誰だ？マジ？ブロゾビッチ選手でした。はい、ありがとうございました。いや、一番欲しかったね。ちょっとゴールキーパーハンダノビッチ選手とディフェンダーのシュクリニアル選手当たんなかったのはちょっと辛いですけれども、まあルカク当たったんでよしとしましょう。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。